いらっしゃい。いらっしゃい。今日は完全密着、超に完全密着だ。おはようございます。おはようございます。何や、いいや、いいや、いい。よろしく。はい。面白い話が聞くそうだよ、皆さん。なんかいろいろあったらしいですね。いろいろあったらしいね。ミッチーと飯食ってるやつですか。うん。昨日飯食ったでしょ。はい。5人で食って、はい、で別々になって3人だから。トシ君、ケンタロウ、あとミッチー、はい、3人飲んだでしょ。結局は、うん、僕トイレ行って思ってたら、もう結局初めそのテーブル的に会計がケンさんと僕と、うん、ケンタロウとショウだったんですよ、うんうん、でそっちがもう会計済まされてたんですよ、うん、であ、お金は済んだ。いや、っていうかもうあの会計して、あ、別々で座ったの。はい。なんで誰が、いや、あの、テラが後で来て、うん、で、結局はもう僕らのテーブルが会計しようとしてて、うん、あ、テラは誰と来たの。あの、彼女さんです。あ、彼女と別で来たんだ。はい。で、それで結局はいけん、もう帰るのって。で、テラがまだちょっと喋りたい、トシ君とかまだ追ってくださいよっていう話で、うんうんうん、で、ショウはもう朝会もあるじゃないですか、うん、だって帰りたいっていう話を言っとって、うんうん、で、まあまあ、あの、じゃあケンタロウ君も追ってくださいよ、じゃあ、いいよ、別に帰りは、あの、一緒に帰りゃいいじゃん。そこまで覚えとんの。いや、覚えてないっす。何でしたんだ。何でしたんだ。何で覚えてないの。ちょっと終わってからな。でも、まだ9時半9時ぐらいでもう記憶ない。はい。どういう脳みそしとんだお前、ゴキブリかお前。お前すぐさっきのこと忘れてます。あいつなんか足ちぎられても忘れるね。多分10時回ってないっすね。あ、ほんでもう、ほんでみんなどうなった。いや、で、ただ単に、うん、ケンさんとショウが出てくるじゃないですか、うん、まあ、あいつら出てたんだ、違う店行ったでしょ。よし、わかんないですけど、うん、もうさーって行って、で、あ、別にトシが行くわとかさーって行って、なんか僕も会計済ましたんで、うん、で、それさーって逃げてたんだ。で、そしたら電話でショウに呼び出されて、うんうん、で、もうあの一緒に行くでいいよって言ったのに、また電話がかかってとって、早く出てきてくださいよみたいな。あ、本当はお前も一緒に行く予定なので、あ、んでテラに捕まるとやばいもんで、ショウたちは先にさっと出たんだ。テラに捕まったらやばいで、でさっと出て外から早く出てきてくださいって、駐車場で待ってますよ。で、それを寺道の前で電話を喋っとって、あ、こいつは、うん、分かった、10分で出てくわとか言って、うんうん、テラの前で言った瞬間、うん、テラが、うん、何だそれ帰って、うん、残るって言ったんじゃないの、何を10分で帰るとか言い出したの、うん、ってそれに対してテラが、うん、じゃあ生きてえな生きてえでも、うん、はっきり言えばいいかって、うん、でそれをいきなり目の前で10分で帰るとか出てくわとか言って言い出してるもんで、うん、テラがそれに対して怒ってる、うんうん、あいつが悪いじゃん。もうあいつもだってまだシラフでしょ、言って来たばっかりでしょ。もうそんな言うほど飲んできた、いや、わかんないです、それは。いや、多分初めて飯食い出した8時9時だもん、仕事ないでしょ、多分。そう、まあ、それも全然記憶ないんだな、もうベルブラだな、こいつは。は、うん、何が、は、何がって書いてた、ずっとテラに取れる。ああ、それで、テラはずっとわーわー怒ったんだ。で、なんか嫌になりそうになったとか言ってたじゃん。いや、それはないっすよ。なんかリュウジ言ってたよ、何、嫌になりそうになってほしい。なリュウジがすか、今リュウジが言ってる、トシ君が言ってた。いや、俺リュウジ喋ったことないですよ。何のやつしたの。ショウじゃないですよ。ショウだったら聞いた。わかんないです。でもその現状多分誰も喋ってないですよ、多分空想じゃないです。うん、なんか横綱でわーって言われて、で、こいつも言い合いになってしたの。じゃあ、そこまでやろうかな。いや、そんな風になってないですけどね、別に。こいつ全然挑戦してたの。もう、あの、頭がチンプンカンプンみたいな感じなんですよ。なんで怒られたかんのみたいな。何に怒っとるの、意味がわからんとか言って。うんうん。マジで。あ、テラ、わーって、お前そんなのったら、いやいやとか言って。テラ言ったのに。おい、出てこいよって言われたとか言って。うん。なんで行かんのとか言って。そう、でもお前が悪いやん。でそれでやると一回飲むって言ったのにまた帰るっていうことがムカつくってことでしょ。でその隠してるような感じが多分気に食わないみたいな。確かに、でもすごいあいつが悪いよね。
や面と向かって言ってほしかったんじゃないですか、うん、ショーもこいつらも、いや次行くならいや次 お姉ちゃんお店に店決まってるもんねって、まあ、言いやいいよね、そんなこと行きたいなら行きたいっていうその意思表現をしてくれたら寺も別に、うん、あなんか知っとる子の道が行きたかったんでしょ、なんですかね、うん、でそれを結局は隠し隠しで行こうとするもんで、うんうん、で寺もそれをされとるもんで、そのイライラしてくるんじゃないですか、うんうん、まあ、そうですね結果に殴り合いになってないんだじゃん、殴り合いじゃない、全然殴り合いよ、ネタになるかネタになるんだから俺、それ全部ネタしちゃうんだから俺そうか、じゃあ皆さんこんな感じですよ、向井さんとは、はい、今日も平和だね、いますね、朝の6時57分から、僕の中でこれ平和じゃない状況あるんですけど、ね、なんで今最近YouTube を出るなんてずっとインスタに送ってくるバカタレが起こってて、こいつちょっとあの仕事してないじゃん、あ、もうめんどくさいんでブロックしたんですけど、ブロックしようじゃん、ずっと最近そんな俺毎日だよ、そうだね、事件でも何でもないいや、俺なんかもう個人のインスタにずっとコメントで送られるんで、普通に会社に手書きの手紙とか来る、マジっすか、うん、こうこうこうでこうだろって手が切ったねんって、バカだなと思って、手紙書いてやつってさもうバカみたいな文字でさ、そんな俺のこと好きなのかなと思って、もう大ファンじゃないですか、そうそう、大ファンだったな、そこら辺から、ただその事務員さんとかかわいそうだよね、そう、俺に攻撃しとるつもりだったら一つ言っていただけるけど全く俺聞いてないからねあ、しっかりとも刺さってないただ事務員さんたちがかわいそうだよね、俺のために、俺直接書類とか触らんからさ、とりあえず僕も通知音は、うん、あの鳴らないようにしてくれていいさ、うん、なんかそんな来るの動画で、いや、コメントで入れてくるぞ、ずっとで、コメントが来ましたみたいな、何なんかで炎上したんでしょ、何なんか動画で投資君に炎上したの、多分あの YouTube を、うん、やめるならやめや、映画やとか、なんかいろんな話を、うん、やめて、あ、そうや、あいつやめて、はい、昨日でやめて、昨日付け、うん、誰です、編集長伊藤っす、マジっす、そうだった、まあ、いや、それで多分あの一回そのリュウジと僕と伊藤とで何かの話しとる流れのやつで、うん、もう少し時間がすごいわーって言われてたもんで、うん、多分分かるんですね、じゃあそんな感じです、はい、なあ喧嘩とはいえ、まあ仲いい証拠、まあ、ちょっと二人飲んでもだからこそまあ言えるっていうのもあると思いますので、皆さん朝から2本も3本も動画を撮って申し訳ございませんがチャンネル登録いいねよろしくお願いします、お願いします、危ないありがとうございます、Yeah.